源氏物語、源氏物語の登場人物、秋吉中宮の、秋吉中宮のは、紫式部の物語、源氏物語に登場する架空の人物。作中では前、五木宮であることから、西宮尿後また梅壺を壺根としたことから、梅壺尿後とも呼ばれる。六条宮須所と全貌が、東宮に擁立する前の東宮。 ただし作中には登場せずとの間の一人娘、光源氏の十枚にあたる。父の全貌が亡くなった後、母と共に代理を去り、六条の邸宅にて育った。十二歳の頃キリ帝が、須ザクミに上位、これに伴い新たな、伊勢の五木の宮に選ばれる。この時、光源氏との恋愛関係が破綻していた、母宮須所も伊勢に同行する。 異性旅立つための宮中での儀式で五木宮と対面した須崎三角は、西宮のあまりの美しさに一目惚れしその後も忘れられなかった。後に、須崎三角は暗いを降りてから五木宮を日にと望むが、母宮須所の反対に会い、その死後も、源氏の意向により実現しなかった。21から2歳の頃、須崎帝が上位したことで、五木宮は人気を終え、 大家氏母時計に戻る。その頃母宮須所はすでに病床についており、源氏に五木宮の貢献を言い置いて亡くなった。復権した源氏は内外人に昇進、西宮を養女に迎えて、高級政治に乗り出し、実の子である11歳の冷勢帝のもとへ、尿御として受代させた。その一方で尿御への興味も強く持っていたが、尿御は、 母の恋人であった源氏が近寄ることを糸い,い、源氏自身も亡き宮すどころの遺言で強く、諌められていたため、未練を抱きつつもあくまで貢献役に徹した。また女吾は、源氏の妻紫の上とも信仰を持ち、同じ庭内に住むようになってからは、親しい友人のような関係を続けた。彼女の故障、秋吉中宮のは、後世の読者につけられたもので、 源氏が彼女に言いよる口日に、あなたは春と秋のどちらがお好きかと尋ねた際、母宮須どころの亡くなった秋に惹かれると答えたことに由来する。また源氏はこれに案を得て、四つの町からなる広大な邸宅を造営し、秋吉のために亡き宮須どころの屋敷跡の西南の町に秋の風物を配して、彼女の離帝に用意した。一方、春を好む。 紫の上は、隣の東南の春の町に住まい、紫の上と、秋吉は六条院の春の主と秋の主として、春秋の優劣を競う風流な、挑み合いを繰り広げた。源氏の強い後押しもあり、中宮のに、立皇、以後の源氏の、さらなる映画へ大きく貢献する。源氏の一人娘、赤氏の姫君の門儀では、腰有役を務め、源氏の四十のガも、 幼女として、盛大な祝いをした。母代わりの貢献役として受代した夫、霊勢帝は9歳年下で、また子もなかったが、絵画という共通の趣味により長愛を得て、霊勢帝の上位後も良好な夫婦関係であった。源氏の死後はその意地薫を霊勢院と共に長寓、息子代わりの貢献として、頼みにしていた。秋吉中宮のは直接には、以下の巻で登場し、 本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。ありがとうございます。